皆様こんばんは。JR 札幌駅に来ています。今は午後の8時半。この札幌駅の時計を見ると、銀河鉄道999を思い出してしまいます。鉄郎という少年がメーテルという女性と一緒に夢の超特急の SL 999号に乗り、アンドロメダまで旅をするという鉄道のアニメなのですが、私が小学生の頃大好きだった漫画です。今日は用事がありまして、特急十勝9号に乗って地元の帯広へ向かいます。どうぞよろしくお願いいたします。ピンクの車体が綺麗なキハ261系5000番台浜名瀬編成が入線です。札幌駅ってですね、下のコンコースのところに入線時間とホームが書いてあるんですね。特急列車を移したい方にとってはとっても便利ですね。この浜名瀬編成は特急十勝9号として220.2キロ離れた帯広へ向かいます。所要時間は2時間38分ということで、標定速度を計算してみると83.6キロも出てるんですね。これめちゃめちゃ速くないですか？ JR 北海道は減速で運転していると聞いておりますが、それにしても速いです。さあ、間もなく発車ですので中に入ってみましょう。まだピカピカの車体もキハ261系5000番台です。この列車は観光特急として設計されたもので、様々な色でできた腰に当てるクッションが印象的です。これによって疲れをあまり感じさせない鉄道の旅を楽しめそうですね。ここは自由席なのですが、車内にお客様はいないようでした。さあ、それでは浜那須ラウンジに入ってみましょう。もともとグリーン車だった車両を改造したものなので、窓の大きさや席の配置などはやはりグリーン車そのものです。間接照明が高級感を演出してくれます。21時10分発、特急十勝9号帯広行きが定刻で発車です。夜9時までに札幌に滞在していても、その日のうちに十勝に着くというのは、この列車とても便利ですよね。ビルの夜景がとっても綺麗な札幌駅前です。右側に見えておりますエスタのビルは間もなく閉店し、新しいビルに建て替えられます。そしてここの空き地にはなんと255メーターの超高層ビルが2029年、今から8年後に新設される予定です。新幹線のホームと直結し、バスターミナルも整備されるということで、かなりの巨大プロジェクトが札幌駅周辺で始まるということです。いやー、完成がとても楽しみですね。発車してから3分ほどで苗穂駅を通過。苗穂駅を通過した後、加速をつけていきます。そして白石駅も通過です。ここは高速で駆け抜けていきますね。体感速度では100キロぐらい出ているように感じます。そして札幌の貨物ターミナルを見ながら平和駅を通過です。かなりの高速ですね。乗車して8分ほどで新札幌駅に到着しました。めちゃめちゃ早いですね。安定したいい走りを見せる浜那須編成キハ261系5000番台です。本当は時速130キロぐらいで運用できるように設計されているので、このぐらいの走りは余裕なんでしょうね。あっという間に千歳駅を通過していきます。ここの千歳駅も高速で通過しますので、ホームからの撮影結構かっこよく撮れるかもしれませんね。ホーム向かい側に停車しているのはキハ261系特急十勝10号札幌行きです。この列車を待っての発車でした。ラウンジにはどなたもいらっしゃいませんでしたので、少しお菓子を食べながら過ごしたいと思います。そうしましたら横にあるボックスを発見しまして、開いてみるとコンセントだったんですね。これとっても便利ですね。さらにこの電源ボックス、なんとスマホを横に置けるんですね。これはとっても便利。遅れて運転をしております。
そのためこの列車の発車も遅れます。ただいまのところこの列車の出発予定時刻は定刻より7分遅れの22時15分頃を予定しております。お家のところ大変恐れ入りますが発車までしばらくお待ちください。本日は列車の出発が遅れますことをご案内いたします。今ですね、ちょうど追い分けを出まして、川端と滝の上の間にいます。まもなく新夕張に到着する、そういったところの信号所です。運行を再開しました。時速は100キロぐらい出ているんですが、とても乗り心地は最高。さすが261系5000番台。赤松線のレールも最高ですね。乗車して1時間が超えたところ、新夕張駅に到着しました。辺りは真っ暗、ホームもちょっと暗めですね。午後3時半以降はここの駅は無人駅となり、駅は静まり返っています。お客様もいらっしゃらないようですね。新夕張駅を出た後、高速で突き抜けていくように浜名瀬沿線を走っています。時速は110キロを超えています。結構早いですね。1分回復し、6分遅れでシムカップ駅に到着です。運転手さん頑張っていますね。日高山脈の難所を越え、特急十勝浜名瀬編成は新徳駅に到着しました。新徳駅を発車する列車はこれが最終列車となります。十勝清水駅を発車です。そして最後の到着駅、根室駅に到着になります。まもなく時刻は深夜の0時。街の明かりも少しずつ消え、まもなく静かに寝に入ろうとしている十勝で一番大きな町、帯広駅終着駅到着です。約2時間40分の旅は本当あっという間でした。浜名瀬編成特急十勝9号で行く札幌から帯広への鉄道旅、皆様今日の動画いかがでしたでしょうか。またぜひ次回この動画でお会いしましょう。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。